こんにちは、プロゴルファーの高橋です。今日はですね、練習場で、使えるスコアアップのための練習方法を、皆さんにお教えしたいなと思います。特にアイアンだとやっぱダウンブローに打てないっていうその質問結構多いんですよ。で、そのために、どうしたらダウンブローに打てるのかと、そのための感覚ですよね。感覚が良くなるための練習方法を今日はお教えしたいなと思います。よく練習させる方法としてはクロスハンドですね。普通ゴルフは右手が上になりますね。それを反対に持っていく。左手が上になりますね、クロスハンドっていうのは。で、このクロスハンドの練習方法で何がいいかというと、やはり左手の動きですね。左手でこう引っ張ってくる動きと右の肘ですね。右の肘がくっついた状態でインパクトを迎える。大体こうね、手が伸びちゃったりとか、左手の手首の角度が変わってしまったりする、まあ、これがすくい打ちの原因の一つでもありますので、特にまあ皆さんアイアンですくい打ちしてトップしたりとかね、ダフったりってことが多々あると思いますんで、その解消するためにちょっと感覚を良くなりますし、トップしたりする人の例でいくと、大体こう左の手首ですね、この手首が曲がってくる。大体こう右手で普通のグリップでいきますと、左の手首が曲がってしまう。この手首がこう曲がることによってボールの上をね、クラブが通過してしまう。これがアーリーリリースと呼ばれるやつですね。アーリーリリースに近い動きになってきますんで、これをクロスハンドにしますと曲げられないんですよ。もう手首曲げられないですし、こうね、リリースをここに入るっていうこういう練習は絶対しないです。特に左の手、ゴルフは左の手が先に当たる、先に動いていきます。なので左の手主体でこう当てられると自然とハンドファーストになる形になりますので、そのためにも必ず、左の手首の動き、左の動きを感覚でよくしようっていうところでクロスハンドの練習がいいかなと思うんですね。最初なので9番アイアンぐらいから皆さん始めてみてみると、いいかなと思います。で、本日はですね、ちょっと9番アイアンじゃなくて僕は7番アイアンで、ちょっと練習してみたいと思いますので、早速ですね、球を打ちながらいきたいなと思います。スタンスもちょっと狭めてもいいと思いますね。最初なのでクロスハンドするのにいきなり大きく振るっていうことはできませんので、スタンスも少し狭めてみてもらって、ボールとのこの距離に関して言いますと、だいたいいつもと同じ距離、もしくはちょっと近いぐらいの方が当てやすいかなと思います。いつもだったら右手の方が前に来ますが、今度は逆になりますので、距離のね、感覚だけ少し気をつけてみてもらって、じゃあ早速ですが、ちょっと一度打ってみたいと思いますね。だいたい左手そして右手ですね、その同調があるとしっかりまっすぐ飛んでくるかなとは思うんですが、やはりここで右の手が伸びてしまったりとか、左の手がこう曲がってしまうとなると、空振りしたりダフったりトップしたりすることが多いかなと思いますので、クロスハンドでやるときのですね、注意点はですね、僕最初練習始めた頃ですね、すごくダフって右に行くことが多かったんですよ。ボールがあるとしたら右側に当たることをダフるって言うんですけど、このダフって右に当たること、これが非常に多かったんですね。これは何が起きてるかというと、まずは左手のこの角度ですね、左の手首の角度の、キープ、そして右の手首の今度はこの角度のキープですね。この右手の角度のキープするっていうことは、まあゴルフにとってアイアンでいうこうためができる動きですね。こう右手のためができる動き、このためが動きができるようになってくると、ダフることっていうのもすごく少なくなってきますので、右手の動きも、左手の動きもどちらも良くなってくるのがこのクロスハンドのいいところだと思いますので、まあ最初はやり続けた方が僕はいいと思いますね。どちらかというと、まあ10球とか20球とか言わないよりは、まあ最初はクロスハンドだけ練習して、でまあだんだん当たるようになってきたら少し戻し始めてもいいかなと思いますね。あとフェースのアングルもね、やっぱり結構感じやすくなってきますんで、特に右手がこうね、少し早めにリリースとかがこう入っちゃう人はフェースは開いてしまうので、
そういう面でも手首の感覚もすごい良くなってくるかなと思いますね。ダウンブローに当てるためには必要な左手の動きですねが良くしてくれるかなと思いますので、ぜひ皆さん試してみてもらえるといいかなと思います。